ベティ・デイビスとゲイリー・メリル、イブのすべては1950年公開のアメリカ映画。監督はジョセフ・エールマン・キー・ウィッツ。主役のマーン・コ・チャニングを演じるベティ・デイビス実在の女優、エリザベート・ベルクナーをモデルとしたメアリー・オールの1946年の短編小説、ザ・ウィズダム・オブ・イブを原作としている。ブロードウェイの裏側を見事に描ききり、アカデミー賞では、 作品賞をはじめとして6部門で受賞。カンヌ国際映画祭でも審査員特別賞と女優賞を受賞した。監督のマンキーウィッツは脚本も担当。前年のアカデミー賞において3人の妻への手紙に続いてアカデミー監督賞と脚本賞を受賞。2年連続で4つのアカデミー賞を一人の人間が獲得したのは後にも先にも、 マンキー・ウィッツただ一人である。当初、マーゴ役はクローデット・コルベールが演じる予定だったが、怪我のために降板。スーザン・ヘイワードや、マレーネ・ネディ・トリヒ、バーバラ・スタンウィックの名前も上がったが、脚本を読んで気に入ったベティ・デイビスが演じ、彼女の代表作となった。チャンスを狙う、新人女優役として、無名時代のマリリン・モンローが出演。 後のモンオのブレイクとリンクする作品として、今日では極めて重要視されている。青春の講義、黒ランの女に続いて3度目のオスカー受賞かと言われたデイビスだが、共演のアンバークスターが、所属会社フォックスの力を借りて、主演女優賞にノミネートされ、結局、票が2つに割れたことで、2人とも受賞は叶わなかった。 1970年にブロードウェイミュージカルとなり、アプローズのタイトルで公演された。この作品は1970年のトニー賞、最優秀作品賞を、はじめ主要5部門を受賞。初演のマーゴ役は、ローレンバコールで、ミュージカル初出演でありながら、主演女優賞を獲得したが、映画で、イブ役を演じたアンバクスターがわずか1年で、マーゴ役を引き継ぎ、 実際の配役の上でも追うものと追われるもののドラマがあった。1972年には劇団式により日本で公演されている。アメリカ演劇界最高の栄誉であるセーラ・シドンス、ショーが新進女優イブ・ハリントンに与えられた。満場の拍手のうちイブの本当の姿を知る数人だけは複雑な表情で彼女の受賞を見守るのだった。田舎から出てきた 女優志望のイブは、ブロードウェイの大女優のマーゴの付き人となる。自分の大ファンだというイブに目をかけるマーゴだったが、イブは、次第に本性を表してゆき、批評家やマーゴの周りにいる人々に取り入ってゆく。ある日、出る、はずの舞台に間に合わなかった、マーゴの代役として出演するチャンスをつかみ、イブは批評家たちから絶賛される。これを皮切りに、劇作家や有名批評家にうまく取り入り、 まあゴまでも踏み台にして、スター女優への仕上がっていく。ありがとうございます。